なんかツイッターでね、ネトウヨっていうのがトレンド入りしてたんですよ。で、この安倍さんっていう人のね、定義っていうかがね、すごすぎるんですよ。結論、ひろゆき氏はネトウヨと評するしかありません。いろいろ関わって分かった手口も含めてお伝えしますとか書いてあるんですけど、ひろゆきさんまでネトウヨなんですか？私は彼と議論した時、全然もう左だろうというふうに思いましたよ。別に、まあ右も左もないっていう感じで、ふにゃ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 してる感じですよね。信念とかそういったものは見えないけど、昔ね、ソフィストっていうのがいたんですよ。古代のギリシャでね。議論だけね、得意な人っていうのをね、ソフィストと言いますけど、まあそんな感じですよね。こっちから言われたらこっちはこうだよというふうなね、ああ言われたらこう言い返せと。ああ言われたら上優とかなんかいうのが昔ありましたね。なんかオウム真理教のね。あれ、あんな感じで何言われてもベラ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 喋るっていう感じの人だというふうに思った。でも私にはネトウヨだとは思えなかった。本当考えてください。ネトウヨって一体何なんですか？で、この方はね、こうやって書いてますよ。差別者で卑劣で情報を分断できない。ネトウヨであり続けることは恥ずかしいことだとこれからも広めていきたいです。もうネトウヨっていうのは差別する人、卑劣な人、情報を分析できない人、差別、卑劣、バカってことでしょ、要するに。これ最低の人間じゃないですか。私はネトウヨと罵られても、私はくじけないというふうに書いたんですけどね。なぜかって言ったらですね、まずね、冷静に考えていただきたいんですけど、ネトウヨって何なんですかということなんですよ。その定義を教えてくださいということを私まず聞きたいわけですね。ネットを使う右翼のことですかっていう、ね、いろいろ考えられるでしょう、ね。ネット右翼の定義って何ですかって言われた時にね、ネットを使う右翼だとするならばね、今もうほとんどネット使わない人なんて世の中いないでしょ。そうするとね、右翼とネット右翼の違いって一体 何が違うの。じゃあ私はね、あのネットも使うけど、じゃあ私はネット右翼なんですか、それとも右翼なんですか、どっちなんですかとこういうことになってくるわけですよ。定義がわからないのに相手をネット右翼というふうに断定したら、そこで一切自分が勝ち誇ったことができると、こういうやり方なんですね。で、こういうやり方をですね、スティグマって言うんですよ。で、スティグマっていうのはね、古代のギリシャにはですね、犯罪者とかにですね、なんか焼きごてかな、なんかこう犯罪のマークを入れてたわけですね。で、それをスティグマというふうに言うんですけれども、要するにもうこいつはあれだからダメなんだっていうね、もうそもそも悪い意味を込めてるわけです、言葉自体に。つまりネトウヨっていうのが中立的な意味じゃないわけですよ。ネトウヨっていうのは何か、ただ言ってるだけに聞こえるかもしれない。気持ち悪いとは言ってないですよと言うかもしれないけど、もうネトウヨと言ってる段階で相手を侮蔑してますよね。どうせネトウヨだろうとか、という感じで。いや、ネトウヨだったらもう議論もしなくていいんですかって。昔はね、どうせユダヤ人だろとかね。そうやってね、差別されてたんですけど、今はネトウヨだけ差別されなくちゃいけない時代なんですかと。ということを私は問いたいというふうに思うわけですよ。これね、本当に重要な問題だと思うんですよ。私ね、本当にね、一番ね、世の中でね、誰にもね、支援されないマイノリティってね、このネトウヨと称される人たちじゃないかと私は思ってるんですよ。特にアカデミズムの世界なんかそうですよ。もう右翼でしょと。あれネット右翼でしょとかね。言ったらもうこれはなんかもう、まさにね、こういう発想ですよ。お前は人間じゃないっていう発想ですよね。叩き切ってやると。だから、彼なんかは本音で言ってたのかもしれないですね。あれね。お前は人間じゃない。つまり、ネット右翼だというふうに自分が断定した人間は、もう人間じゃないんだというようなね、非常に差別的な意識がね、ある。もう一度申し上げますよ。差別者、卑劣、情報を分析できない、ネット右翼であり続けることは恥ずかしいことだと。ここまで言ってるわけですよ。思想信条の自由ってないのかというふうに思いませんか？私はね、別にね、私は自分自身でネット右翼だとかね、言いませんよ、別に。でも別に言われても構わないけれども、だけどね、ネトウヨという人たちのことをね、この左翼のね、人たちっていうのは、なんでね、そこまでね、まるでね、なんか、もう、下げすみの目でね、を見てね、を差別されて当然だみたいなね、言い方するのか。だから結局、この安倍さんという人が言ってるのはね、ひろゆき氏はネトウヨだっていうふうに言ってるけど、じゃあ本当にネット右翼の定義からして、ひろゆき氏がネトウヨに当たりはめまると思えない。だけど、気に入らないっていうことなんでしょ、要するに。で、気に入らないものを見たらネトウヨってとにかく名付けてしまえというね、こういうやり方なんですよね。で、私はね、これね、本当にね、危ない。こういうなんか、ネトウヨ狩りみたいなね、ことをね、なんかやって、いいね、しょうがないよ、あいつ差別されたって。あ、ネトウヨなんだから。あ、しょうがない、しょうがない。あれは、ユダヤ人なんだからと。ね、同じですよ、これ、発想は。ユダヤ人は、まあ、それね、血の問題ですけどね。で、これ思想信条の問題でしょ。で、ネトウヨって言うけどね、ネットだけでね、陰謀論とかなんかとんでもない情報を信じてね、で、それを流布する人がいて、で、それはダメだというのは、
これはね、ネトウヨっていうよりもね、情報弱者ですよね、はっきり言って。おかしな陰謀論を吹き込まれてね。別にそれ右でも左でもあるわけですよ。なぜ、右翼だけここまでね、罵倒されねばならないのかというのが私の怒りなんですよね。あえてネトウヨと罵られても私はくじけないというふうに書いたわけですよ。この中でもネトウヨ論ね、展開してますからね、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。ネトウヨよ、誇りを持てというふうに私は逆に思いますよ。ネット使わないね、人なんか今ほとんどいない。なのに、ネット左翼って言わないじゃないですか。なんでネット使ってる左翼だっていっぱいいるのに、なんでこれはネット左翼って言わないんだよっていうふうに、おかしいですよね。で、大体ね、まあ彼らの特徴っていうのは、テレビばっか見てる左翼が多いんですね。私はこれをテレサヨというふうに名付けたいというふうに、ネトウヨ、ネトウヨ、ネトウヨってね、こちらのこと言うなら、お前たちはテレサヨだろうという話でね、本当いい加減にしてくれというふうに思うわけですよ。本当に理解不能な言葉ですよ。ネット右翼と右翼の違いってじゃあ何なんですかっていう。いや、ネットを使う人です。いや、私使いますけど、じゃあ私はネット右翼になるんですかと。じゃあ、ネット右翼じゃない右翼って今世の中にいるんですか？ネット全く使わない右翼っているんですかとかね。もういろんな質問できるけど、そういうね、議論をもう最初から拒絶するわけですよ。うるさい、ネット右翼と言って、お前はネット右翼なんだというふうに言ったら、もうそれで終わり。議論終了というようなね、形になってるわけです。こういうね、断定的なね、でこれ本当に露骨でしょ、この安倍たけしさんという人は。ひろゆき氏はネトウヨだと。絶対違うだろうと言うけど、要するにこれは翻訳するならば、私はひろゆきが嫌いだということを言ってるに過ぎないんですよ。でも嫌いだって言うとね、このなんか上品じゃないと。だからネトウヨだというふうに言って。で、ネトウヨだと言った段階で、なんか自分が一段上位に立ったようなね、こういうことになる。うるさいネトウヨと言っただけで、なんか自分ちょっと俺偉いなみたいなね、俺の方が上だよなみたいなね、そういう感じでね、物を言う。私はね、ネトウヨとかね、悪口、ね、に対してはですね、断固抗議していくべきだし、これは差別だというふうに私は思いますね、思想信条によるね。しかもその定義も曖昧でしょ。だって何度も申し上げるけど、ネット右翼の定義って全然よくわからないですよ。ネット上で何かを主張する人って言ったら、ネット上で主張する、ツイッターやってる人は全員じゃあネット右翼かネット左翼なのかとかね、もうね、今の時代ネット使わない人なんていないわけだから、これをね、なんかネット右翼だとかっていう発想自体がね、もう私は狂ってるというふうに思うんですよ。今までのね、旧態依然としたテレビとね、新聞とかね、なんか全ての情報をね、牛耳ることができて、特権的な立場からね、国民に物を教えてやってるという時代にね、ネットでね、なんかいろいろ情報発信したりなんかやってると、その自分たちのね、なんか体制が崩れるの怖いから、ネット右翼、ネット右翼というふうに言ってるようにしか私には見えない。つまり、既得権益を守るための言葉でもあると思うんですね。朝日とかね、NHK とか、そういったものの自分たちの権威とかね、そういったものを守るために、テレビで言ってることはいいけど、それはネットでしょうと。それはネットでしょうと。ね、池上彰さんなんて言ってますよ。ネットの人たちはね、自分たちが少数者であることを認識しろとかね、書いてあるんですよ。この本の中で紹介しましたけどね。これすげえこと言ってんなと思いましたね。少数者であることを認識しろって、ほら、例えばね、どっかのマイノリティの、ね、人たちに向かってそんなこと言ったら大差別主義者だっていうふうに言われるけど、ネット欲に対してだけは何やってもいいというふうに思ってるわけですよね。本当にね、まあ、私はね、憤りを感じますね。